そこまでだ、イノック。アークエンジェルたちもお出ましか。事態は今、ルシフェルがお前に見せた通りだ。我らアークエンジェルの声がお前を導く。イーノック、神を裏切った堕天使たちを天界へ連れ戻せ。それがお前の使命。心配するな。私も彼らのそばにいる。気をつけろ。帳を抜けるぞ。帳を抜ければ地上界だ。懐かしいだろ、イノック。地上界に転生したのは7名。あいつらは堕天して人と同じ肉体を得ているが、魂を引き剥がしてこの牢獄に永遠につないでやろう。消える。地上界をあいつの最後の住処にしてはいけない。バラケル、ここをあいつの死に場所にしてやってくれ。セムヤザ、首謀者はお前もよく知っているエルダーの評議員だ。あいつの口から反省の言葉が聞ければいいが。サリエル、あいつが語る愛に惑わされるな。エゼキエル、慈しむという言葉の意味をあいつは分かっていない。アザゼル、グリゴリの統率者でありセムヤザの右腕だ。イーノック、気をつけて。彼らに見つかったみたいだ。Come on.
旅の始まりだ。できたじゃないか。それが浄化、汚れを清める聖なる力さ。赤き輝きを浄化せよ。青き輝きはみなぎる力の証し。